あ、いよいよ皆さんともこんにちは。ちょっとね、前回僕スイカゲームのパクリゲー、こちら太陽ゲーム遊んだじゃないですか。今回はこちら、まあ、またまたスイカゲームのパクリゲームなんですけど、スポーツのボールでいろいろ作ります。このゲームの名前はボールゲーム、まあ名前の通りですよね。で、いろんなスポーツのボールを使ってどんどん大きいボールにしていくんですけど、これは何、これバレーだよね。これ、なるほど、バレーボールとバレーボールを合体させたらビーチボール。これ、あ、テニスボールもある。え、おもろ。そして皆さんも遊びたい人はね、遊べるんですよね、このゲーム。だから遊びたい人はぜひ遊びに行ってください。説明欄に貼っておきます。で、このゲームのボール進化を皆さんに説明しますけど、まずピンポン玉、こちらですね、ピンポン玉。そしてゴルフボールがテニスボールになって、それが野球ボール、それがハンドボール、それがビーチボール、そしてサッカーボール、バレーボール、バスケットボール、ボーリングボール、バランスボール。多くね？って僕思いました、最初。OK。やり方はもうスイカゲームと同じじゃん。これでサッカーボールが、バレーボールになって、バレーボールが、ういー。あ、待って、ごめんなさい、バレーボールじゃん、ビーチボールだった、ごめんなさい。まあ一応ね、皆さんボールの進化を皆さんも覚えるために左上に書いておきます、よろしくお願いします。 OK、 サッカーボール、あ、 OK、 ここサッカーボール2つ作れるから、ハンドボール2つで、はい、ビーチボール作って、大きいやつが真ん中に行ったのはちょっとピンチですね。まあ仕方ない。太陽ゲームの時と同じように、僕は一番大きいやつなんだ、バランスボール、なんなのそれ、バランスボールを2つ以上作りたいと思います、今回は。それにかけて、いやー待って、テニスボールが下に埋まっちゃった、大丈夫？あ、ゴルフボールを2つにして、テニス、いや、待って、僕下手になってる？下手になってる僕。待って、ここで OK、 さ、ね、テニスボール。もうあのさ、スイカゲーム遊びすぎて、スイカゲームじゃなくてスイカゲームのパクリの方が面白くなってきちゃってるんですよ。いいね、はい。じゃあ待って、マジかよ。あ、まあ、いや、野球ボールと野球ボールを合体したし、テニスボール、あ、ミスった、ボールの順番間違えた、あ、ごめんなさい。テニスボールを2つで野球ボールになるのか。あ、マイゴーブロー、ミスった。このテニスボール多分さよならしちゃいますね。はい、はい、サッカーボールとサッカーボールでビーチボール、オッケー。ちょっとずつ覚えてきました。このゴルフボールを合体したらビーチボール2つ。合体しろよ、落ちて、待って、ここ、え、どうする、ここの上に置いてみよう。押せよ、押せよ、そっち、そうそうそう、その通り。よくできました。これがバレーボールなのかな、これハンドボールでした。最初バレーボールって呼んでたけど、ごめんなさい、そのスポーツ遊んでる人たち、ごめんなさい。いいよ、いいよ、ノーノー、真ん中のテニスボール。え、待って、技してみるよ。ここに落として転がる前に真ん中下にテニスボールを入れる、いいですか。あ、え、待って、でもこれテニスボール入らなくない、ここで止まっちゃう気がするので、あ、でも、え、怖、どうする、ここに転がしてテニスボール入れとく、間にオッケー、いつかはぶつかってくれるという夢を持って。オッケー、行こう。ここをサッカーボール、いや、ハンドボールにします。一旦卓球の球はどけといて、ここを合体させます。ちょっとなんか左右に分かれてるのがきついんですよね。いやー、スイカゲームほんと人気ですよね。いろんなパクリゲーが出てきてる。ボールゲームとか。太陽ゲームは結構面白いと思ったけど、ボールゲームは考えなかったな、僕。はい。はい、素晴らしい。はい。はい、卓球ボールをゴルフボールの上に置いて、素晴らしいね。そして野球ボールをここに置いとこう。いつかね、この2つのテニスボールが合体したら野球ボールとも合体してくれるという夢を持って、はい、まあ、皆さんもちろんこの動画ね、面白かったら、そしてもっとスイカゲームのパクリゲーどんどん遊んでほしい方は教えてください。どんどん探してね、皆さんにお見せします。何があったら面白いかな、スイカゲームのパクリゲー、どういうのがあるのかな。まず、あ、これをサッカーボールゲット、ナイス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 、テニスボールが多いぞ。はい、なんかめっちゃ左右対称になってるのがめっちゃ綺麗。待って、今のミスったかも、実況に集中しててちょっとミスっちゃったかもしれん。あー最悪、ここにゴルフボール落としたかったんだよ。野球ボール嫌なとこに入れちゃった、最悪だ。ここに入れる、いやでもそしたら間にちっちゃいやつが入りすぎちゃってるから、この野球ボールマジミスった、ごめんなさい皆さん。集中ちゃんとしてないです僕。この、はい、あ、待って、テニスボールが野球ボールになるんですよ。はい、じゃあここをナイス、ハンドボールをバレー、ナイス、オーマイゴー、バレーボール3つあるのに1つも合体してくれないんですけど。大丈夫、大丈夫、大丈夫。夢を諦めるな。いいですか？夢を諦めるな。サッカーボールになって、バレーボール触ってくれよ、1つぐらい。ひどいやつだな。あ、これで、はい、ゴルフボールとゴルフボールでテニスボールになって、野球、ナイス。ちょっとずつ整理をできてます。ちっちゃいやつは、右下と左下と、真ん中のテニスボールと、この野球ボールは、多分、さよならしてます。もう、この時点でさよならしちゃってます。いきますよ。この技の名前なんて言うんですか？スイカゲームのプロたち、教えてください。これって、こう。おー。いいねー。はい。あ、待って、真ん中にちっちゃいやつ置かない方がいいって、マジで。オッケー、よくできました。順、よく、ハンダ、待って、おっ、ぶな、今、左転がってたら、ぶち切れてたよ。はい。
バレーボール触れ。ね、今バレーボール転がったよ。マジで触ってくんないの、バレーボール。どうする、ここのサッカーボールを、いや、こっちの方を育てた方がいいな。ここに一旦置こう。嘘だろ、どんだけバウンスするの、どんだけバウンス力あるの、あんた。ハンドボールの上に置こうと思ったら、思いっきり飛び越えて、右に行っちゃったよ。なんなのそれ。これで、ハンドボールとハンドボールは、ビーチボールになるのか。まあ、それいいね。はい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 。オッケー。ゴルフボールくっつけて。ビーチボールがサッカーボールから離れちゃったのはきつい。仕方ない。はい。ゴルフボール、テニスボール、テニスボール、野球ボール、そして野球ボールを転がせて、転がんないのかよ。マジかよ。いや、ここのテニスボールと合体させよう。ここに入れて、あ、待って、どうしよう。ここにテニスボールを置いて、ビーチボールとサッカーボールの間に両方野球ボールがはまってるのが本当にうざいんですけど。ここに一旦捨てるか。いや、でももったいなすぎる。ここに捨てよう。多分スイカゲームのプロたち、今僕のプレイを見て笑ってると思うんですけど、笑わないでください。真剣ですから。こう見えても僕スイカ何回も作ってる人ですからね。あ、いいかも。ここ、そう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 、バスケボールゲット。あとボーリングボール、いや多いな、おい。ピンポン玉、ゴルフボール、テニスボール、野球ボール、ハンドボール、ビーチボール、サッカーボール、バレーボール、バスケットボール、ボーリングボール、11個。スイカゲームはいくつあるんだ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10、 あ、11個だ。あ、お前スイカゲームと同じじゃんこれ。なんか多く感じたんだよこっち。まあ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 、同じということを分かったからには確実にスイカを作らないといけないということ。いや、マジかよお前。プリーズ、この2つを合体してほしかったの。いや、ここに置こう。いいよ。テニスボールは一旦ここでこうしよっかな。ナイス。あ、落としちゃった、最悪。ねえ、ごめんなさい、前もって考えてないの、そういうの。僕リスクを考えてないの、ちゃんと。はい、ここに置いて転がるなよ。オッケー、戻ってくれた。ここピンポン玉、おー、やか、いろいろミックスした。待って、僕綺麗にこれプレイできてたら、バレーボールがバスケボールになってボーリングボール作れてるはずですよ。マジかよ、めっちゃ無駄にしちゃってる、最悪。ここピンポン、ゴルフ、野球、ナイス。待って、野球を無駄にするな。はいはい、待って、ちょっと無駄にしちゃったかもしれない。僕バカですか。多分バカですね、うん。ノープロブレム。考えろ、ここに置こう。そしてこのサッカーボールをここです。いいですか、ここでサッカーボール、サッカーボール、ビーチボール、そしてビーチボール、ビーチボール、サッカーボール、サッカーボール、サッカーボール、バレーボール、バレーボール、バレーボール、バスケットボール、そしてバスケットボール、バスケットボールで、ボーリングボール。神様お願いします。いきましょう。3,2,1、来い、ボーリングボール。3つあるんだぞ、バレーボール。多分遊び方をミスりました。ちょっとなんかね、ボールの転がり方とか違うんですよ、スイカとかフルーツに比べて。それがちょっとミスったな。まあでも2回目から絶対に制覇しますから、そこはご安心くださいね、皆さん。よろしくお願いします。はい、素晴らしい、素晴らしいの素晴らしい。 OK。 いいよいいよいいよ。わあ、そこ合体しろよお前。ねえ、待って、ほら、こういうの分かる、みんな。ちょっとスイカゲームと、ちょっと違うんですよ、ボールの動き方が。はい。なるほどね。あとなんか毎回ボールをさ、こうやって構えてるおっちゃんが面白いんだけど。ボールを叩き込めー、叩き込めー。マジか。ほい。よ、よ。そっか。進化の輪を覚えないといけない。はい。まあ、これ積んだわ。はい、これ終わったわ。バスケボールで終わっちゃうの？めちゃくちゃいいものあるのに、この箱の中。ここ行こう。仕方ない、しゃあない、しゃあない。しゃあないです。仕方ないです、仕方ないです。うん、仕方ない。お、いける！バレーボール4つだぞ、お前！切れちゃっていいですか？切れちゃ、押し込めよ。押し込め、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 押し込め！ここのテニスボールをどけさえすれば、野球ボールがどけて、野球ボール合体して、バレーボールが合体する。そしたら、ボーリングボール作れるはず。お願いします。バレーボール4つもあるんだぞ。この、いける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 。ちっちゃいやつがここで結構合体してくれるはず。よろしく。今だ、今だ。なんでやねん！ Oh my god, bro. こんなに、いい方向に進んでるように見えるスイカゲームありますか？皆さん、これをスイカゲームで例えると、桃が一つ？あ、違う違う違う。パイナップルが一つと、桃が四つあります。なんなの？ひどくない？これはガチで終わりそうなので、ここに一旦置いといて、これ合体したら漏れる気がする。で、ここを合体させます。お願い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 、落ちてよ。諦めていいですか？あ、お、お、はぁ！惜しい！惜しい！ここが漏れちゃった、まさか。マジかよ。一回プレイして、ちょっと理解できました。このゲームの、ね。今回は絶対に作るからな。絶対に作るからな、お前。いいか？あ？
作るからな。こっちよかったですよ。テニスボールは待って、このスイカゲームのパクリゲーとかを制覇するためには確実に必要なのが進化の輪を理解すること。僕は前回それをできていなかった。だから行きますよ。はい。まあでも横に書いてあるからね。まあ横に書いてあるってことは見ればいいだけ。 OK、 今回気をつけていきます。何もかも気をつけていきます。はい、ハンドボール、あ、くっついてくれた、ナイス。こう、くっつける、くっつける、くっつける、ナイス。前回よりはよくいってる。はい、ナイス。ここ、はい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 。で、待って待って待って、まだ行くなよ。素晴らしい。な、待って、こ、違う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 。最悪、最悪。え、は？ちょっと待って、リプレイお願いします。このテニスボール、今テニスボールと一緒にぶつかったよ。いじめられてます、ボールゲームに。なんなのこれ、今確実にテニスボール同士がぶつかったよ。理解できません。このせいで僕はバランスボール作れなくなるから。いけ、よくできました。ほら、サッカーボールが分かれちゃったの。まあいいや、ここからここのサッカーボールを育てることにしよう。分かったか、こちらのサッカーボールを我が輩だけで育てる。今のマジで失敗した。何してんの僕、ごめんなさい。ま、あの、もう本当にスイカゲームを思い出せ。僕スイカゲームならスイカ作れるんだから。なんで転がったの、なんで転がったの今の。じゃあ皆さん、ちょっとスイカゲームを遊んでいるということを自分にも聞かせるために、デンワレンデ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 ン、あの全くゲーム画面に合わないんですけど、これまあいいや。スイカゲーム遊んでる気分で言ったら確実にスイカを作れるという僕の推理でございます。カモン、ビーチボールぶつかってくれ、ぶつかってくれ、ここに乗せます。あ、まあいいや、これでもうサッカーボールと合体させちゃおう。素晴らしい素晴らしい。ちょっとバレーボールが上に浮いちゃったけど、まあ仕方ない仕方ないね。テニスボールとテニスボールで、サッカー、うわ、あ、サッカーじゃない、あ、ごめんなさい。覚えろ、ジュン、進化の輪を。テニスボールをどうするか、ここでいいかな。 OKOKOK で、テニスボール、は、終わったーねえ、もうなんで乗らないの。まあいいや、信じよう信じよう。はい、オッケー、ほい、はぁ、ねえ、いじめられてます。オッケーオッケー、素晴らしい、いいねいいね。野球ボール、野球ボールでハンドボールを作ります。落ちてくれよ、いつかは。ここ落ちたら全部合体してビーチボールのも合体しますから、それを信じます。バランパーン、バンパラパラーバランパラーバラララララン、ララララララン、パパッパラッ、えい、ちょ、待って、集中します集中します、ゲームに一旦ここに置こっか。野球ボールもこの上でもいい。そして、あ、ちょうどいいぞ、ナイス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 。ゴミをちょっと綺麗にできる、いいね。ここに置こっかな、はい、素晴らしい。で、こうしてここを合体させるか、サッカーボールに。待って、ハンドボールがビーチボールになるからちょっと怖いなこれ。まあいいや、ビーチボールもう一個作っちゃおう。はい、オッケー、ビーチボールシフトビーチボールシフトできた。リンゴシフトではなくビーチボールシフト、意外とうまくいったな。ハンドボール、ビーチボール、あ、ここつなげれるのでここに置いておきましょう。で、ここも進化させれます、こうやって。いいですね。はい、ここに一旦置いとく。やばい、なあ、落ちちゃった。でも大丈夫、こうやってやって、こうやってやる。待って、ノーノーノー、待って、それ危ない、それ危ない。ねえ、もう転がり方がスイカゲームと違うからさ、やりにくいんですよね。テニスボール邪魔になんなよ、邪魔になるなよお前はぁ、もうグダグダ言ってる暇はない、そんな変なこと言ってる暇ない。あったらボールを作れ、ナイス、オッケー。もう一個サッカーボールを作るしかない、あのテニスボールをサッカーボールへ育てるしかないです。はい、いいね、サッカーボール3つ、ちょっとやばいかもしれん。お願いお願い、落ちて落ちてね、お願いします、落ちてください。サッカーボール、ここに置いて、ここ合体させよう。サッカーボール落ちて、ナイス、素晴らしい素晴らしい、いい感じ。ここにテニスボールを置いて、あ、ハンドボール2つを合体させる準備をします。ここに置いて、ここ合体させる、オッケー。あ、ここもう合体させようかな、こうやって、ほら、いいね、はい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 。あー、待って、それやばかった、ノー、ね、めっちゃ邪魔なとこに入ったかもしれん、これ。ここを狙ってみよう、オッケー。いいのかわかんないけど、まあ一応なんか合体した成功として、これいけるかな、結構いける気がするんだけどね。ここをサッカーボールにして、サッカーボール頑張ります、ぐちぐち言わずにどんどんいきます。オッケー、テニスボールか、ここに置いとこう。で、サッカーボール、サッカーボール、バレーボール、ボーリングボール、
ありがとう、ありがとう神様、ありがとうボールゲームの神様。待って、ここに置いて、ここに置いていいかな。ここで合体させます。落ちてくれ、よかった。ありがとう、ありがとうございます神様、ありがとうございます。うん、神様ありがとうございます。いい感じよ、いい感じよ、いい感じよ。マジで今いい感じを3回ぐらい言ったよね。もう本当にいい感じだからいい感じなの、わかります。はいはい、オーマイゴール、オーマイゴール、オーマイゴール、行くよみんな行くよ。ノー惜しい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 。オッケー、どうにかしてここをちょっと右に押すんだ全部。そしたらバレーボール2つが合体してくれる。はいはい、どうする、ここに入れるか。いやでも間にちっちゃいやつ入れるのはレッツゴー。どうでもいい、間にちっちゃいやつを入れました。何でもディスってください、準備はできてます。テニスボールをここに置こう、いつかは落ちてくれることを信じて。はいほい、ゴー、はいはい、いいね、はい、ここも、はいはい、いい感じかもしれない。さあここのボールとサッカーボールとハンドボールをどうやってうまく合体させて、バレーボールとハンドボール、ハンドボールがビーチボールになって、サッカーボール、サッカーの次はバレーボールだもんね。だからここの、ここのサッカーボールとバレーボールの間にあるこの黄色いハンドボールをサッカーボールへと育てます。いいですか、はい、オッケー、いいかも。このこう、お、完璧。待って、ちょっと危ない、ちょっと危ない、ちょっと危ない、まだ、いや、行くぞ行くぞ、イエスイエス、あー待って無駄なスペースが多いぞ、無駄なスペースが多いぞ。ほらここのスペース何、落ちてくれよ一つ、そしたらスペースちょっとね上がるから。うーん、まあ、いや、ここの上に野球ボールを作ろう。で野球ボール、はい、オッケー、オッケー、ノノ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 、え、ちょ、ペペペペペ、右へパパパ、ね、右に行って、ね、なんで左に行ったのあんた、バカじゃないの。まあいいや、ここに入れてみようかな、こうやってバスケボールを転がしてくれてたら結構良かったかもしれない。いやいやいや、バカだ僕、何してんの。バスケボールをボーリングボールから離しちゃいかんよ。ねえ、何考えてんのあんた。はい、離しちゃった、あー終わった、ごめんなさい。ここオッケー、くっついて、またくっつけて、またくっつけて、またくっつけて、これでくっつかず、いつかは。やばいよ、ボーリングボールまで来たのに、あ、来た、いけるかも、いけるかも、いくよ、みんな行きます。はい、ナイス、バレーボールが2つあるけど、まあいいや、ここを、お、なにこれ、なにこの、なにこの絶妙なバランス感覚。え、マジで移動しないのこれ、なにこの、なにこのバランス感覚、天才じゃんこのボールたち。いや移動してくれよ、この上にゴルフボール置いたら、どんだけ、どんだけ強いの。あ、ここに、ここで、こう。ああ、待って、それ、転がってほしかった。一旦ここ、ここ。で、こいつを、ここも合体させて、ここ、転がんないの？まあ、でも、いける、いける、いけるかも。ここで、バレーボールを作ります。あ、ビーチボールもう一個必要なのね。了解です。ここ？ちょっと今、画面越して、そこじゃないって叫んでる人もいるかもしれないけど、ごめんなさい、僕は。オッケー！え、待って、これ何？これ何？これバランスボール？え、でも、ボーリングボールではないよね。ってことは、バランス、ゲットできた？そうだよね、いやー、バランスボールゲット、これスイカってことでしょ、もうこれが実力ってもんですから皆さん。あ、待って、下のこのハンドボールを合体させよう。右行ってくれ、左行った、マジか。一旦こうやってやって、こうやってやってみよう。はい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 、テニスボールを合体させたいんだけど触れないから一旦こうやって押し込もう。わ、でも怖い、このバランスボールがさ、上に押し上げると押し上げるほどここが漏れる可能性が上がる。ちょっと落ち着こう、一旦落ち着こう、怖かった、お、怖い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 、待って、ま、結構なんか引き運が悪い気がする、次来るやつの。これでいいかな、いけ、マジで。なんなのここでね、テニスボール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 、だって上でさ大きくしちゃったら下のやつ全部捨てないといけないじゃんあんたね。どうするか、ここはできないよねさすがに。まあいいや、仕方ない、ここは野球ボールにしよう。はい、ゴルフボール、ここを転がします。え、転がるだろう、転がるでしょ。あー失敗した。あー、まあ皆さん無事スイカゲームのパクリゲーム、ボールゲームでスイカって言っていいのかな、これバランスボールを作ることに成功しました。イエーイ、ありがとうございます。まあ、皆さん、今回のスイカゲームのパクリゲーム見てくれてありがとうございました。自分から遊びたい方はね、この動画の説明欄に貼ってありますので、遊んでみてください。ぜひ、バランスボールを作ってね。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。3、2、1、アディオス。